あやみさんと小町が到着するようです。2つの車両が切り離されました。それぞれ別の行き先は別だから、すぐに出るのが一緒なんだけど、それぞれ行き先は別だから離れちゃう。ここから赤い小町は在来線を通り、秋田を目指し走っていきます。一方の緑の早草さんは青函トンネルを走り抜け、北海道の新函館へと向かいます。このような新幹線車両の切り離しや連結は、主に盛岡駅や福島駅で見ることができます。明るくなった中央駅からは、旅を楽しく演出する特急列車が出発するようです。ネックスの愛称でおなじみの特急成田エクスプレス。大宮や新宿、横浜などの首都圏各地と世界への玄関、成田空港を結んでいます。赤は太陽、白は北極や南極の氷、黒は宇宙をイメージした斬新な塗装が特徴です。続いて出発した白と藤色の列車は E351 系です。今年の3月16日までスーパーズ車として活躍していました。現在はこの車両に代わり E353 系がスーパーズ車として皆さんの快適な旅を支えています。カーブが多い中央本線を走る特急はスピードを